じっくりです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。前回、そして前々回、9カードが続いてるんですよ。なので今回は新カードなんじゃないか、お堅いものっていう気はします。ムーイ選手が頑張ってますね。今これだからオーストラリアとデンマークの試合中にね、これ開封してるんですけど、エリクセンのスーパーボレーでデンマークが先制したところです。今ムニエもね頑張ってました。はい、もうこれ開ける選手みんなで出てるからね、やっぱ基本的にはほぼねえ、みんな出てます。はい、ルカビナ、はい、ルカビナもねセルビアの代表であれしてますから、ワールドカップにジョーディ・アルバ、この辺はもうねすごかったからな、本当にポルトガルとの試合が壮絶すぎてさ、あれでうわ、これワールドカップってこれってなりましたね。えまあヨーロッパ同士の戦いなんであれですけど、よいしょ、マウリ、今強豪国、優勝候補、そういうような国が今回はちょっと苦戦してますから、本当にだってアイスランドなんて30万人ぐらいでしょ、人口30万って。調布市だよ、調布市。マジで調布市の代表がワールドカップでアルゼンチンと引き分けてるみたいなことですからね。そんなことあります？だから育成、アイスランドがやってる育成を日本の、どこでもいいよ、東京とかでもいいし、東京の何々区でもいいよ、何々、あー FC 東京唯一のナショナルチーム代表選手、チャン・ヒョンス。ちょっと韓国は初戦負けてしまいましたけれども、1対0でしたし、うわ、やった嬉しい。でも東京育成し終わったばっかだけど、もう一回するかっていうか、あれか、本当にこのデザインの東京のカードだけで作るっていうのもありですね、実際。ジェコですね、ボスニア・ヘルツェゴビナ。ユーゴスラビアが今まだあったらどんだけ強いんだっていうことをやっぱ言いたいです、私は。これかな、硬いの。あ、これじゃないか、オタメンディ。あ、これだ、オタメンディでした。はい、来ましたね、新カード。99と来たらシーンでしょ、それは。はい、オタメンディももちろんね、もちろんロンでワールドカップにあれしてますから。そしてラストの10クレ目は誰ですか？ステファン・サビッチかな、ステファン・サビッチということで、チャン・ヒョンス出ました。あと新カード、オーダーメンリー。ありがとうございました。さよなら。